ということで3つほどザ・ビートルズの偉業功績を抜き出してご紹介したんですけれども、まだちょっと分かりにくいふわふわしてるような感じがするので、まあ、デビュー直前から、まあ、解散のちょっと前ぐらいまでの経歴をちょっと流れを追って一緒に見ていきましょう。まあ、レコードデビュー1960年の10月5日先ほど一緒に見ましたね、まあ、その約1年ほど前、まあ、ビートルズのメンバーの出身地である港町リバプール、そこにねネムズっていうレコード店があったんですよ。 NEMS。 そのレコード店のオーナーブライアン・エプスタイン、まあレコードデビュー前年の1961年の段階でビートルズは地元のライブハウスでものすごい人気のバンドになってて、彼らが演奏を始めた途端にお店にいた客が一気にステージに向かってわーって詰め寄って、まあ、とにかくかっこよかったと。でこのブライアン・エプスタインさん、レコード店のオーナーですね、ビートルズというグループの噂を聞きつけて、まあ、彼らが演奏しているライブハウスに聞きに行くんですね。彼らの演奏している姿を見た瞬間惚れてしまった。そしてすぐに自分をマネージャーにしてくれないかと名乗り出るんですね。でザ・ビートルズっていうのは、まあ、最終的にこの4人のメンバーが非常に有名なんですけれども、彼らの活動を語る上でもちろん彼ら4人だけでは成功できなかったわけですよ。彼らの活動を支えた有能なブレーンたちが周りにたくさんいたわけですね。中でも外せないのがこのマネージャーのブライアン・エプスタイン、そしてさっき名前出したプロデューサーのジョージ・マーティン、あと一人レコーディングエンジニアのジェフ・エメリックって人も有名ですかね、まあ、この3人は特に外せない。そしてこのエプスタインの、まあ、尽力によって最終的に、まあ、彼らはこの1962年10月5日のレコードデビューを勝ち取ることになるわけです。でまあ先ほどもねその売れに売れたお話しましたけど、その肝心のザ・ビートルズのデビューレコードどれくらい売れたのか、イギリスのヒットチャート最高17位、まずまずの売り上げ、まあ、デビューレコードでトップ20位以内に入るというのは、まあ、なかなかすごいと思いますよ、まあ、デビューしたはいいけれども結局全く売れずに消えてしまったバンドっていうのもたくさんいたわけですから、地元のライブハウスで人気あったとはいえまだまだそのどこの誰とも知られてないような無名の新人アーティストがそのデビューシングルでトップ20位以内に入るような売り上げを上げたっていうのは、ただまあちょっと噂があって、まあ、このマネージャーのブライアン・エプスタインっていうのは、まあ、レコード店のオーナーですからね、まあ、自分で大量に発注かけてこう数字ちょっと操作したんじゃないかって噂があるけど、実はこれはねデマだったっていうのは今はっきりしています。あとは地元でも熱狂的なファンができるぐらい非常にライブハウスなどでも人気があったバンドなので、ファンがある程度売り上げに貢献したりとかそういった側面はあったのかもしれないですけども、まあ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 結果的にチャート17位という記録を残したということで、年が明けて1963年1月11日セカンドシングル Please Please Me をリリース。これがヒットチャート最高2位を記録し人気が沸騰。だからレコードデビュー前の地元のライブハウスでの人気、そしてデビューシングル Love Me Do でヒットチャート17位で助走をつけて、セカンドシングル Please Please Me で一挙に爆発。これチャート1位ってよく言われるんですけど、実はそのイギリスの当時のヒットチャートの記録って、まあいろんな雑誌が独自に行っていて、どの雑誌のチャートを正式な前衛チャートの記録として取るのか採用するのかっていうのは実はもう決定がされていて、1960年代以降のイギリスのヒットチャートは現在ミュージックウィークと言われている雑誌のチャートが公式なチャートですと決められてて、そこでは実はこの Please Please Me セカンドシングルは1位じゃなくて2位だったんですね。まあでもそれ以外の雑誌では結構1位、メロディーメーカーっていう有名なイギリスの音楽雑誌では1位取ったりしてるんで、まあ、そっちの方を採用してこのセカンドシングル Please Please Me でビートルズは初めてのヒットチャート1位を取ったんだという人は未だにいるんですけれども、公式に認定されているチャートはミュージックウィークの方なんですよね。まあ、ともあれここで人気が沸騰して、ここから立て続けにシングルをリリースしていくんですけども、まあ、サードシングル From Me To You、 それから4枚目のシングル She Loves You、 これらのヒットに駆り立てられて熱狂的なビートルズファン、ビートルマニアと呼ばれる人たちが登場して、これが社会的な現象になっていきます。まあ、今まさに皆さんがご覧になってこの YouTube でビートルマニアって検索すると映像を見れると思いますよ。テレビの特集番組とかちょっとちらっと見たことある人もいるんじゃないですかね。主に女性ファンでビートルズのライブの映像とかでキャーってもう金切り声で熱狂的な歓声を上げている女性ファン、熱狂するあまり気を失っているファンとか、まあ、そういうのが現れちゃうぐらいのものすごい人気だったと。はい、で勢いに乗って同じ年の3月の22日ファーストアルバム Please Please Me、まあ、シングルと同じ名前ですねをリリースと。このシングルの方の Please Please Me からわずか2ヶ月10日ぐらい、超ハイペースです。ファーストアルバムをリリースするとすごいですよ。約2週間後の4月6日の週にヒットチャート初登場8位、初登場こそ8位だったものの、その5週間後の5月11日の週から11月30日の週まで30週連続1位。ずーっとヒットチャートの1位がビートルズのデビューアルバム。で31週目、12月7日の週に、まあ、このデビューアルバムは2位に転落するんですけど、その時1位に来るのがビートルズのセカンドアルバム、With the Beatles。1位と2位を独占してるっていう。
で、このセカンドアルバムもそこから21週連続1位、もうずっと1位ビートルズのアルバムっていうね。ファーストアルバムが年末11月末までずっと1位取って2位に転落したと思ったら、今度セカンドアルバムが1位を取って変わって、まだ21週ずっと1位、とんでもない売れ方してる。こうして1963年が暮れていくわけですね。そして1964年、ここからさらにすごくなってるんですよ。世界進出。これイギリス国内での話なんですよね。今お話したのは。1964年2月1日、全米ヒットチャート、ビルボードっていう、まあ、有名な全米ヒットチャートがあるんですけども、ホット100っていう、まあ、一番メインのチャートですね。それに、ビートルズのシングル、I want to hold your hand が全米ナンバーワン。ビートルズってイギリスのバンドなんで、イギリスの音楽グループの曲が、まあ、全米ヒットチャートのナンバーワン取っちゃったって。まあでも実はね、ビートルズよりも前にイギリスのグループが1位を取ったことが1回だけあって、それがまあトーネイドスっていう、まあよく日本人間違えてトルネイドスって言っちゃってるんですけど、まあトーネイドスっていうグループのインストルメントの曲ですね。歌物じゃなくて電子音楽みたいな綺麗な曲なんですけど、まあ僕すごい好きでね、よく聞くんですけど、まあ唯一それが1位を取ったことがあった。まあそういった例外はあったんだけれども、ここでビートルズが1位を取ると、この曲だけじゃないんですよ。ちょっと時差があって、本国イギリスの方でリリースしてたシングルをちょっと遅ればせながらアメリカの方でもどんどん発売していくと。そうすると、すごいことが起きますよ。この2月1日の I want to hold your hand っていう楽曲が全米ナンバーワンを取ったことを皮切りに、まずこの曲がね、2月1日から5月2日まで14週連続で1位の座を独占。さらに、2月22日から4月25日まで10週連続で1位と2位を独占。それから3月14日から4月4日まで1位から3位までを独占。3月28日から4月4日まで2週連続で1位から4位までを独占。で、そこがすごいです。1964年4月4日、全米ヒットチャート1位から5位までをビートルズの楽曲が独占。もう完全にそのアメリカのヒットチャートがイギリスの音楽グループビートルズに食い散らかされたというか、もうずーっとビートルズの楽曲が上位に入ってる。で、これを皮切りに、次々にイギリスのグループの楽曲がアメリカのヒットチャートに送り込まれてくるんですよ。ローリングストーンですとか。で、これをもって、ブリティッシュインベージョンって、イギリス人たちの侵略だと言われたっていうね。とんでもない勢いがあった。で、そんな全米ヒットチャート嵐が始まった最初のこの2月1日、そこからわずか6日後にビートルズアメリカ上陸。まさにそのシングルが1位を取って注目度が集まってるわずか6日後にアメリカにやってきてるんですね。これもだからの天才マネージャー、ブライアン・エプスタインの戦略なんですよ。で、この時にそのビートルズのメンバーが空港に降り立った時の映像が、まあ、多分見たことあるんじゃないですか。このファンたちに囲まれてもうすごい、キャーみたいな。それがテレビを通して世界中にこう拡散されるわけですよね。で、後にね、このマネージャーのブライアン・エプスタインが当時を振り返って、そのビートルズが世界的な人気を得たきっかけとして、まあ、この時のこの映像のことを言ってるんですね。そのビートルズのメンバーがアメリカの空港に降り立った時のその映像、そのインパクト。で、上陸して2日後、エド・サリバンショー出演。これがすごかった。世界進出作戦としてはもう勝ち確ですね。この当時の戦略で言うと。エド・サリバン・ショーっていうのは、まあ当時アメリカでやってたバラエティショー番組で、日曜のゴールデンタイムに全国ネットで全米にオンエアされていた超人気テレビ番組。で、司会を務めたのはこのエド・サリバンっていう人で、まあもともとコラムを書いてて、ブロードウェイとかエンターテインメントのコラム記事を書いてたような人が司会を務めて、まあ様々な演芸を紹介していくと。1950年代と60年代初頭に驚異的な人気を博したっていう、まあもうこの番組に出た音楽グループは間違いなく売れるというぐらいの、もう当時の全米のあらゆる層が見てたようなテレビ番組。まあ、この番組に、まあ、2月9日、そして翌週の2月16日、さらに翌週の2月23日、3週連続で出演するっていう交渉をマネージャーのブライアン・エプスタインが取り付けて、特にこの最初の登場、2月9日、このオンエアがもう驚異的な視聴率。まあいろいろね、数字出てるんですけど、なんか視聴率 72% とか、いう日本の記事も見たことあるんですけど、ちょっとね、ソースが定かじゃない。ニールセンっていうね、そのアメリカの国内の視聴率を測る調査機関があって、まあ、そこの数字をもとに、確かね、40何パーとかそれぐらいだったと思うんですよね。まあでもとにかく驚異的な数字ですよね。だって当時のテレビがある世帯の約2つに1つはビートルズのことを目撃したわけですからね。この日を境にビートルズは世界的に名前を知られるようになると。で、まあ、ここで自分たちの楽曲を演奏して、まあ、この映像もまあ YouTube とかで見れるかな。ぜひ見てみてください。当時の勢いもパッケージングされたすごい映像ですよ。これを受けて彼らは世界各国を巡るコンサートツアーに出ることになります。
で、まあ、もうとにかくとんでもない人気だったんで、この規模の人気のグループってなると、そのお客さんを収容できるだけのコンサート会場がなかなか見つからなくて、例えば野球場でライブやったりとか、一番収容したのは5万何千人とか、確かそれぐらいのお客さんを収容して演奏したみたいな感じで、で今に比べてこの当時ってまたそのライブで演奏するための音響システムがそこまでクオリティが高くなかったんで、もう全然音が良くなかった。でさっきも言ったように、お客さんの大半はもうこのビートルマニアっていう、もうキャーみたいな感じで、もうお客さんのうわめき声で演奏してる自分たちの音が全然聞こえない、何やってるかよく分かんない、だんだんメンバーたちの不満が溜まってくる。売れたはいいけど、そのライブコンサートを行うにあたっての自分たちの満足できるような音質が出せない、もう熱狂したお客さんは興奮して叫んでて、俺たちの楽曲なんか聞いてないじゃないか。徐々にそのライブツアー、コンサート活動を嫌気がさせていったメンバーは、まあ、マネージャーブライアン・エプスタインの判断もあって、この1966年8月29日サンフランシスコの公演を最後にコンサート活動を終了します。もう嫌だぞ、俺たちはライブ活動じゃなくてそのレコーディングのアーティストになるんだ、ライブ活動を封印しちゃうんですね。すごいですね、人気の絶頂でライブ活動をやめちゃうっていう。まあ実はもうそのちょっと前ぐらいから徐々にコンサートで演奏することよりかも、このレコーディングでなんか面白い楽曲を作る方に興味がシフトし始めていて、このちょっと前ぐらい、1965年と前ぐらいのタイミングですね、もうこのぐらいのタイミングで作ってる楽曲にも変化が訪れて、初期は彼らが影響を受けてきたようなロックンロールですとかリズム&ブルースですとか、そういった要素の強い、まあ、ポップソングが多かった中で、この1965年8月6日にリリースした5枚目のアルバム、ヘルプ。このあたりから徐々に音楽性がもっと変化して、通常の枠に収まらないような、まあ、ロック以外のジャンルとの融合が徐々に図られていくというか、音楽性に深みが増してきた時期だと言われています。中でも名高いのが、まあ、このアルバムヘルプに収録された Yesterday という楽曲。